中国カザフスタン8月20日の第4セット時2011年バレーボールワールドグランプリは2011年8月5日から8月28日に開催された国際バレーボール連盟主催の第19回バレーボールワールドグランプリ。出場国は今大会から16カ国に増えた。決勝ラウンドはマカオで行われた。 アメリカ合衆国が2大会連続4回目の優勝を飾った。左から順に国名直近の FIVB ランキング第1週、第2週、第3週4チーム4グループに分かれて対戦。各チーム3試合3週間にわたって合計9試合を戦う。上位8チームが決勝ラウンドに進出。並びは 直近の FIVB ランキング上位順8月5日から7日グループ A 開催地、ポーランド V ドゴシチュックグループ B 開催地、タイムアンナコンパトムグループ C 開催地、韓国、フザングループ D 開催地、中国、川8月12日から14日グループ E 開催地、ポーランドゼロナグラグループ F 開催地、カザフスタンアルマトイグループ G 開催地、中国、先週グループ H 開催地、日本、 小牧8月19日の21日グループ I 開催地、香港グループ J 開催地、香港グループ K 開催地、台湾国グループ L 開催地、日本、東京8月24日の28日開催地、マカオは予選ラウンドの順位プールごとに総当たり戦。各チーム合計3試合を戦う。ありがとうございます。